キックアス、つながる思い。はい、皆さん新年明けましたね、おめでとうございます。今年のキックアスですね、都内某所を抜けてですね、とある場所から、お届けしたいと思いますけども、このとある場所はどこかっていうのは皆さんね、ちょっと風景を見てね、想像してみてください。はい、今年のキックアスもね、去年引き続きね、いろいろね、まあ、あの業界のことやら映画、まあ、音楽ね、いろいろお話ししていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、改めましてキックアスですけどもね、もうちょっと場所を変えまして、はい、また今年もねキックアスやっていこうと思うんですが、はい、年始の一発目、はい、ね、キックアスに珍しく、はい、ゲストさん、ゲストっていうのかな、まあ、みんな出た方だみんな出た方だと思いますけども、はい、おりますので一応自己紹介の方お願いしましょうね。はい、私宮城フェスティバルと申します。よろしくお願いします。はい、はい、最近ではね、まあ、いろんなところで出没というか、あの、うん、ラジオ番組に出させてもらってるので、まあ、そうですよ ね、うん、そうそうそう、あ、まあ、年末をあのいろんな番組でね見ましたよ。あ、本当ですか。まあ、聞きましたというか見ました。はいはいはい、ありがとうございます。はい、はい、あのなんかカウントダウンの、あ、そうなんですよ、ね、年末コマーシャルしてましたけど、そうなんですよ、年末にあのカウントダウンライブがありまして。ありましたよね。はい、ありましたね。レキオス、はい、レキオスカウントダウンフェスティバル、ね、宮城フェスティバルじゃないのかということでね、うん、それはまあよしとして、はい、まあカーニバルなのかフェスティバルなのか、フェスティバルなのか、今年ははっきりしてもらおうと思って、はい、ちょっと決着つけようかなと思ってんですけど、でそのフェスティバルの方も、はい、まあ、あの一応ね、まあ、僕らも、まあ、参加というか、はい、もちろんですけども、はい、参加してたんですけど、うんうんうん、まあ、あの来ていただいたお客さんも、うん、というかあのリスナーの方もお見えになるかもしれませんし、はい、またまたあの配信を見てたよっていう方もお見えになるかもしれませんけども、うんうん、はい、まあ、まあ、去年振り返るっていうのも、ね、あれですけども、うん、どんな感じでした？やってみて、あ、ライブ的な、まあ、総合的に、はい、まあ、どんな感じだったのかな。初めてじゃないですか。そうですね、また来年もやろうっていうか、はいはい、あのうちの方で、まあ、その関わって携わったというか、まあ、ライブというかイベントの中で今回初めてあのネットでの配信っていうのを初めて、はい、あのさせてもらったと思うんですけど、ええ、結構あの見てくれた方が多かったなっていう、まあ印象があったんですね。あ、そうですね、あの、うん、まあ、あのあれだけのね、まあ、短期間で、はい、あのあれだけしか、まあ、コマーシャル、そうなんですよ、できてないのに、うん、まあ、あの結構見てる方がいるぞっていう話はちょっと小耳には挟みましたけども、はい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 、うん、なのでまあ今の時代というか、まあ、このご時世じゃないですけど、やっぱりこういうのもどんどん、まあ、やっていかないといけないのかなっていうのは思いましたね。そうですよね、うん、あのやっぱりあのソーシャルディスタンスもきちんと取ってたし、それなりにね、あのちゃんと消毒もして、うん、あのスタッフの方もみんなあのフェイスシールドですか、うん、マスクしてフェイスシールドして、うん、で、まあ、あのお見えになった方もね、ちゃんとこう礼儀正しいというか、なんていうんですかね、そういうのをきちんと守っていただいて、まあ、あの僕らの方もちょっとその何か言われ結構ね、あの厳重じゃないですけど、その問診票も記入して検温もして、うん、ちょっとすぐには入れない状態、入り口から、まあ、その会場にすぐには入れない状態だったので、まあ、何かちょっと揉めたりとかっていうのがあるかなとは思ったんですけど、そんなことも一切なく、うん、そうですよね、もう皆さん分かってらっしゃってということで、もう本当にスムーズにいったかな、うん、と思いますね。もうスムーズに、はい、最初から終わりまでスムーズにいってて、うん、まあ、ちょっとね、あのまず
ざっくりで総評じゃないんですけど、思うのはやっぱり今回のこういうコロナ禍があったので、東京というか県外からね、出演していただけるっていう方が、何チームかちょっと来れなくなってしまったっていうのそうなが、んですよね。残念だったなと思って、ちょっと聞きたかったな、見たかったなっていうのもありますけどね。ありますね。でも、それにも負けずね、県内の、バンドとかいろんなアーティストさんとかががね。ね、すごく頑張ってくれてたので、もうすごくいいライブになってたと僕は思ってますけども、そうですね、本当に。とにかくいろんなね、本当にこの以前もね話したことあるんですけども、初めて聞くバンドさんとか、お見えになったんですけども、どのバンドも やっぱそれなりのカラーがあって、そうですね。とっても良かった。多種多様なというかね、いろんなジャンルのものが見れたなぁと思います。でね、やっぱり思ったのは、長年やってるバンドの人たちっていうのは、ちょっと音楽性は僕はあんまよくわかんないですけど、メタル系のバンドだったと思うんですけども、やっぱきちんと音がきちんとしてるなっていう、おお、なるほど、なるほど。そういうのをちょっと誰かとちょっと話した記憶があるんですけど、その時に、すごいこのバンドさんってすごく音がきちんとしてるんですねっていう。ね、だからすごい、若手からベテランっていうかまで揃っていただいてね、ちょっとね、個人的にはね、県内でもどうしても、いろんな事情によってね、出ていただけなかった、出ていただくことができなかった方もお見えになるんですけども、次ね、あったら、本当に個人的に出ていただきたいっていう方もお見えになるんです。次、もちろんですけど、来年までまだ1年あるんで、その間にね、いろいろなバンドもね。これからね、考えてなんかできればなぁと。今回ね、そのバンドとかに関しては、やっぱりアザーランスがかなり、手をいろんなところで話をしてもらって、つないでもらってっていうのはあるみたいなんで、アザーランスもかっこよかったですね、やっぱかっこよかったですね。本当に。結構会場の中がみんな一体感があってという感じでね、歌ってる間は。で、一番乗ってたのがお母さんっていうね。お母さん、お父さん、お母さんとお父さんが一ね、番手を挙げてましたね。一番乗ってましたね。最高で確すよ。かに。カメラ回しながらガンガン手を挙げてましたからね。だから、ブランドンさんのお母さんボーカルと、のね。お母さんとお父さんが一番乗ってました。あとね、本当に県内でもね、こういう状況であって、なんでしたっけ、アイドルの子、沖縄、沖縄アイドルアイドル。と、何でしたっけ、OPP OBP。もね、ちょっと生で見たかったなっそうでていすうね。のは、今回は映像出演と結いうこ構ことう見えで。てもね、アイドル好きなんだよ。おお。アイドル好きではないですけど。マジで？と思いましたもん。そうだったの？みたいアイドルにちょっとなんか関わりがあるっていうんですかね。な。なんでね、来年とかね、ちょっと今、フレームからちょっと外れてますけど。なんでもないですよ。正月なんでね、なんかね、正月なんでね。なんかね、飲んでるんだと思いますそうけですど。ね、なんかね。アイドルに関係があるわ、ないわけではなくてっていうかね。だから、できたらね、来年、県外からもね、僕個人的にもね、つながりがちょっとあるアイドルにも、おお。声かけても、これだけのことがちゃんとできるんだって声かけてもいいのかなっていうことも思いましたんでね。いやいや、その子たちもまだ、そんな AKB とか、そんなみたいに売れてるわけではないんですけども、今後、ね、1年経ったらどうなってるか分かんないんで、確かに確かに。そういう子たちもね、どんどん
あの声かけて行ってもいいのかな、うん、と思ってますけど、ね、どんどんね沖縄でもう知名度を上げていってほしいですからね、うん、そういうアイドルとかね、うんうんうん、だからねそんな感じでカウントダウンフェスティバル、はい、ね、うん、無事終了しましたんでまたね、はい、今年もというかもう今年もっていうことも、ね、まあまあまあ今年も、はいはい、今年来年にかけてもね、うん、一応やろうじゃないかっていう、うん、最後のねあの大御所、はい、まあの言葉が悪いっていうわけじゃないですけども、はい、まあ正直な話、うん、初めて、はい、ご本人さんにお会いしましたというか、うんうん、あのお目にかかりましたけども、木名正吉先生、はい、でもね自分受付にメインで結構いたんですけど、うんうん、結構木名さん出るんですかっていう聞いてくる、ね、うん、お客さんがいて、うん、で何時頃出ますって言ったらじゃあその頃また来ますって言ってあの一旦出てまた来られるお客さんとかもいたので、はいはい、やっぱりまあ県内一番保護所というかの方なんだなと、ね、うん、思いながら、まあ、受付してたんですけど、あの木名正吉先生もすごく、うん、まあ、やっぱりプロだなと思ってね、うんうんうん、かっこよかったですよ、うんうんうん、でやっぱ花、うん、花でしたっけ、花ですね、はい、とハイサブさん、うん、ね、まあ、やっぱりかっこいいなと思いましたし、うんうん、まあ、あのもう一個言うと銀子さん、うん、あの赤い服着て、はいはいはい、ドレス着て、いらっしゃいましたね、はいはい、銀子さんかっこいいっすわ、うんうん、やっぱね、何でしたっけ、アクターズの大規制だけあって、うんうんうん、安室ちゃんたちもダントツの先輩じゃないですか、はいはいはい、そうですね、うん、でもあの年齢になっても結構かっこよかったですよ、うん、ああ銀子さんかっこいいなと思いました、うん、確かに、ね、うん、でまあそのね、うん、2人でね、2人というか、まあ、あの木名正吉先生のところで、うん、カウントダウンで締めてもらってね、うんうん、あの世界に、発信できてたと思うので、うん、ぜひね、また来年も、では今年もか、うん、続けていけたらいいなと思っておりますので、うん、また皆さんの、ね、参加をお待ちしております、はい、お待ちしております。ということでね、はい、あのレキオスカウントダウンで、年が明けましたけども、うん、年を明けて、うん、どんな感じでした？もうその時年を明けちゃってるんですけど、あ、年を明けて、うん、未だに実感すみません、未だに実感がない人が、あ、はい、ちょっといるんですけど、今までで一番実感がないかもしれないです ね、 あね、うん、なんか、うんうん、なんかそんな気がします。僕はあの年が明けたっていう実感がね、そうそうです、そうです、まあ それはあるかもしれないですね、うん、まあ自分も年をカウントダウンっていうのは本当にもう何大げさ言えばああいうカウントダウンって何十年ぶり、うんうんうん、言ってみれば、うんうん、正直な話をしてしまうと、うんうん、何年ぶりっていうかなんだけど、このカウントダウン終わってその元旦の一日が、うん、空白の一日です。ああ、同じく自分も同じでしたね一日がもうちょっとない感じ、ない感じ、2日から一日みたいな、そう、ね、なんかなんか2日になんかやっと目が覚めたっていう、そう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 、体が目が覚めたっていう、動ける状態になったっ、そうそう、同じくでした、ね、うん、はい、だからね、うん、ちょっとあの年考えろよってね、え、本当に、あんな遅くまでね、本当途中でね、なんかちょっと差し入れを持ってきた誰々がいたんですけども、はい、大丈夫って言いに来たって言ってましたね、実は。あ、さすがですね、さすが、誰、無理しないでねって言われました、ね、優しい誰でしょうね、はい、じゃあ、まあ、ね、そういう人はあの一人はいるってことだね、はい、ちゃっかりね、なんかお小遣いもらってったらしい。いや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 。あ、ということです。すいません。まあそんな感じでね。はい。はい、まあ、とりあえずレキオスカウントダウンで年が明けて、はい、2021年になりましたということで、うんうん、一旦ここで、はい、CM の方を入れてから、はい、後半の方行きたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 988-5259 988-5259。 エンジョイ沖縄ダブルギア。りょうすけよりょうすけ、満開はちゃがやくれ。はい、うまおちぬそうがほい。そうよ、FM コラ 76.1 メガヘルツ超短、いっぺうむさんだ。りょうすけよ、あしやなまからそうまずさに FM コラちちょさ。そうよ、りょうすけよ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 988-5259 988-5259。 エンジョイ沖縄ダブルギア。はい、キッカースつながる思い、はいはい、後半ね始めていきたいと思いますけども、うん、はい、あの後半の方ではね、うんうん、また最近ね、うん、またいろいろあるんですけども、はい、やっぱあのガクトはすごいですね。ガクトすごいですね。さあガクトはやっぱすごいね。さすがですね。さすが、61連勝でしたっけ。確かね、そう、67連勝です。ね、うん、やっぱすごいわ。すごいね、うん、本当に。まあちらっとねやってましたけど、やっぱかなりわからないことはすぐ、うん、なんていうの、勉強するっていうの。おお、なるほど、うんうん、分からないままにしない、しないっていうのでね、すぐなんかいろんな資料を取り寄せたりして勉強してね、うん、なんていうんですかね、スキル上げ、ステップアップするっていう、なんていうんですかね、バージョンアップっていうの、なんていうの、そのスキルも分かんないけどするって言ってたんで。オールマイティーすぎません？すぎる。運動もできるし、うん、音楽もできるし、うん、食にも詳しいし、うん、もう全部詳しい なんなら、ね、もう本当に何もだからないんじゃないのっていうね、そのなんていうの、ダメなところが抜かりがなくもう全部やってる感じがしますもんね、うんうん、なんで、まあ、ちょっとガクト見習ってね。ですから、はい、ちょっとジムでも通おうかなと思って。ああ、大丈夫？思ってるんですけども、うん、外に出るとね、うん、また今ねゆりこ先生が行ってると思うんですけども、はいはいはい、そうなんですよね、はい、一都三県、一都三県、ね、はい、要請出してますからね、今ね、あ、ね、うん、要請か、うん、そう、また緊急事態宣言出せと、うん、ゆりこ先生が、うん、言っておりますので、うん、まあ沖縄でもね、まあ寒いしね。そうなんですよね、うんうん、なんでちょっとまあそういうインフルエンザ的なのが流行る時期でもあるんで、うん、やっぱこういうウイルス系のはね、そうです、乾燥しだしたらね、うん、まあインフルエンザも同じくなんですけど、うん、まあ流行りだすっていう ね、まあその増加傾向とか見てても本当にそうじゃないですか、うん、そうそう、やっぱりね冬になってくると、うん、でそれがあまりにもね人数多いと、うん、ちょっとやっぱりこの新しいウイルスなんでちょっとやばいなっていう気はしますけどもね、うん、まあ、インフルエンザが大丈夫だっていうわけじゃないけど、うん、なんかやっぱりねそういったそういうちゃんとした先生方がそういうこと言うんで、うん、まあ、なんとなくやっぱそうなんだろうなっていう、新しいのでこれだけになってくると、うん、やっぱ未知の領域なんで怖いなっていう、うん、今ね変異型でしたっけ、うん、ウイルスの変異型とかも出てますから、そうそう、ね、はいはいはい、なんで海外からはもちろんですけども、うん、GoTo もね、はい、ストップしてしまってね。まあでもね、沖縄の方にはまあレンタカーというか、うん、観光客の方、そうですね、はい、うんうん、お見えになってたり結構ね、うん、しますからね、まあ、別に GoTo で来なくてもっていう。いや、まあ言い方変ですけど、まあまあまあ、うん、うんうんうん、やっぱそれだけね、沖縄は魅力的だし、うんうん、ね、まあ、内地に比べたら僕内地の友達ともちょっと話しましたけども、はい、やっぱあったかい、内地に比べたらもう全然あったかいっていう、うん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 、マジで羨ましいって言ってましたから。へえ、うん、なんでね、もう GoTo で来なくてね、うん、自力っていうか自分たちで沖縄行きたいっていうのでね、うん、家族連れの方とかよく見ますけども、うんうん、そういう方もねもう移住しちゃってもいいんじゃないかと。引っ越ししてもいいんじゃないかということで、引っ越ししてもいいんじゃないかっていうのをちょっと今
はい、思い出したんですけど止めます、いや大丈夫ですけど、あ大丈夫です、あなんかそういえば、はい、去年末ぐらいから、はい、なんか引っ越すとか引っ越さないっていうのを耳にちょっと挟んでるんですけど、なんか引っ越す予定とかあるんですか。確かいや、いやってどうやってどういうことですか。はい、いやってどういうことですか。あいや、はい、ちょっともろもろの諸事情で、諸事情で、はい、大人の事情でね、はい、そうなんですよ、大人の事情でちょっと大至急引っ越さなきゃ大至急引っ越さなきゃ、ちょっと待って、捉え方によって大至急出てけって言われてるみたいな感じ、はい、ちょっとこっちも緊急事態宣言が出ちゃってね、出てるのね、そうなんですよ、やっぱ出てるんだね、そうなんですよ、もう各所で出てて、もうこちらは大至急なんですよ、大至急、ね、そう、だから飲まずにやってられないんだね。そうなんですよ、もう今ね、ちょっとラジオなんで伝わらないと思うんですけど、今焼酎飲みながらね、30前の男が焼酎飲みながらかなりの量飲んでますから、ね、はい、今焼酎飲みながらやってるんですけど、すいませんね本当に、まあ引っ越したら引っ越したらね、そうなんでしょう、まあそこは住めば都って言ってね、はいはいはい、なんか新しいところもなんか目星とかついてるの、なんとかマンションとかなんて言うんだろう、シティマンションとかね、そうですね、いろんなねマンションの名前ありますからね世の中にね、はい、今ちょっと自分がまあもうほぼ契約してるに近いんですけど、まあうるま市のとある、うるま市って言っちゃっていいんですね、大丈夫だ、うるま市のとあるアパート、ジャンジャンバリバリハイツっていうね、ジャンジャンバリバリハイツってのはないと思います、いやいやって、じゃんじゃんバリバリっていうのはもうパチンコ屋さんによくじゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんとっていう、多分ね、はい、パチンコ屋さんの量じゃないかなと思ったんですけど、違かったんですよね、本当にあるってことですね、本当にあるんですよじゃん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 バリバリって言ってしまったもんね、多分そうバレますよね場所、まあもう部屋番までバレないから、ね、バレないね、はい、そこまでまあされてもまあまあまあっていう話なんですけど、まあ気になる方はね、はい、じゃんじゃんバリバリの前で待っててね、待っていただければね、はい、カーニバル入ってったよとかね、入ってたよ、スクープなんかあると思うんでね、はい、はい、よろしくお願いしますまあ引っ越すことになることに関しての、はい、事情的なのはもうこの場合ちょっと今伏せた方がいいってことですね。そうですね。一旦もうちょっとこのラジオ自体なくなっちゃう可能性があるんで、もうこのラジオがね、はい、ちょっと僕の方から要請出しちゃうかもしれないんで、いろいろね、やめてくれと、はい、ということで、喋りはすると思うんですけど、今お酒の力でなんかベラベラ喋っちゃうと思うんですけど、ちょっと翌日とか我に返ってやめてくれってことになっちゃうかもしれないんで、はい、すいません、はい、まあはい、もしね引っ越したらね、はい、まあ、そのね生活もね、そうですね、まあ今はもう何しようかなとか、はいはいはい、まあいろいろ久しぶりなんで、なんせ一人暮らし自体が久しぶりなので、うんうん、まあ何しようかな、あれしようかなとかっていうのをいろいろ考えながら、まあ物とかも何買おうかなとかっていうのもちょっといろいろ、一人暮らししちゃうとね、意外と楽になっちゃうんですよね。ああそうなんですね、一人暮らしが楽っていう、なんかちょっと言葉でだと伝わりにくいかもしれないけど、うんうん、まあ、もちろん自炊とか洗濯、うん、掃除、うんうん、いろいろあるんだけど、うんうん、一人暮らし自体をしてることがこの生活をしていく上で楽っていう感じになっちゃう。ほう、要はまあ家に帰れば誰にも気を使わなくていいっていう、ね、誰と住んでたとかいろいろわからないですけども、うんうん、誰かと住んでるとやっぱ気を使わないと言っても少しは気を使ったりするじゃないですか。あ、なるほどね、はい、はいはいはい、まあそういうところでね、うん、気を使わなくていいってことで、うんうん、まあ引っ越して、ね、住めば都ということでね、はいはい、またこの話でね、はい、また次週もね、そうですね、引っ張ってやろうかな、引っ張ってるんですか引っ越してからでいいんじゃないですか、はい、もうそれはね、一回も時間の方がなくなってきましたね、はい、すいません、今日はね、はい、この辺でまた来週でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい、ありがとうございます。さよなら。